こんにちは、ひたちの国不思議探検隊川野克典です。愛宕山から降りてきまして、六所神社というところに来ております。六所神社はこの地域の総鎮守ということになってます。よいしょ、総鎮守、六所神社、鎮座地、岩間市、大和座、下王、4384、御祭神、竹三日槌、宇多の御霊、イザナミ、雨の御中の市、分け三日槌、王神天皇、で、1、2、3、4、5、6になってますね。由緒、その昔、1058年、八幡太郎義家が奥州征伐の途時、源氏の守護神である八幡宮をこの地に勧請し、以後八幡様として、繁栄してきたと伝えられる。永禄12年、1569年、宍戸城主、宍戸氏、氏時は、深く八幡宮を数形し、社殿を改築して最強奉納代々の祈願場と定めたという。明暦3年1657年岩間下村が土浦藩主土屋家の所領となりや、藩主はこれを厚く数形し、兵を建て祭り、永保5年1677年に社殿造営遷宮の胸札がある。明治5年、富国一強一緒の運勢により、村内の鹿島神社、稲荷神社、星宮、熊野、三日槌の五社を併合して総鎮守となり、六所神社と改称して、現在に至る。もともと八幡なんですね。鎮守の神様は地域の守護神であり、特に六所神社は霊源新たかな六柱の神々がそれぞれの御神徳を発揚して、天下太平、五穀豊穣、商売繁盛、除災招福、交通安全、その他事故数形者の願いを聞こし祝してくだ、はなんだこれ、食してじゃん、外してかな、わからない、くださるといろいろ書いてあります。野本さんという人が書いてますね。さて神社を見ましょう。神門は三つどもえ、後輩のここの彫刻の模様がつながってないので江戸前期の作かと思われます。こちらは左三つどもえになってます。上は右で、ここは左。ほら、巴門も、右と左の関係っていうのは、まあ、いい加減なもんなんでしょうね。本殿です。立派です。あ、ここは左三つ巴になってるね。あ、ちぎは男ちぎ。外そぎというタイプですね。なかなか立派ですね。化粧は少ないが、前に一度来たんですけど、その時はここが古墳だと分からず、古墳のことはあまり注目しないで帰ってしまいましたが、どれが古墳なのか、ここの彫刻もなかなか立派になってます。はい、
こちらの境内社は別枠で祀られていますが、何なのでしょうか。石があります。見えない。わからないですね。古墳は多分こちらなんでしょうか。ここはトイレでした。もう一度後ろを見てみましょうか。マウンドというか、マウンドはなさそうですね。古墳のなんか説明板もないんだけど、わかんないですね。地図で見ると、Google マップで見るとですね、ここが古墳の場所にもなっているんですけれど、境内を歩った感じではわかりません。あれ、もう一度地にじゃなくて神門を確認しましょう。本殿は左三つどもえ。やぶ感はうるさいです。あ、左だったね。左、あ、やっぱ右。拝殿は右だよね。ちょっと前です。完全に拝殿と本殿が右と左の三つどもえという、同じ神社で巴の向きが違うという場所は長野県の生島樽島神社というところでもう見られました。その他にも何か所かではあったんですが、神社名は思い出せません。ですね、霊気というその手かざし療法じゃないですけど、治療法があって、その時に右回転だと、まあ、エネルギーを注入すると、左回転だと悪いものを追い払うというようなことを言われていますが、私はその辺鈍感なので、分かりませんけど、もしかしたらそういう意味合いがあるのかもしれません。基本はただ回転なので、基本は渦なんですね。渦、それはもちろん渦政の渦にもつながるし、渦政、真の始皇帝のことなんですけど、それが白木本意だと骨政骨政になり、スサノオにつながってくると。骨という字をよく見れば、分解すればわかるんですけど、三髄をつけて下の突きを取ると渦になるんですね。それが示す辺になると曲がつという読み方になり、曲がつ
カニという、まあ、セオリツヒメのことなんかを言うんですけれど、ノリトにも出てくるマガツの神になってしまうと。本当はマガツじゃなくて渦なんですね、渦。まあ、そういうところが隠されてるんだろうと思います。あ、今蝶々見えましたか？アゲハチョウが私の方に向かって飛んできました。もう一つ古墳があるので行ってみたいと思います。またそれではまた See you.